はい、ビスケでサクスペやっていきます。というわけで天才続きでございます。残り7枚です。行きましょう。いやー、更新したい更新したい、ほんとそれだけ。頼むぞ。ケンシロウとトキちゃんとこのランダムパワドリといろんな髪の色ちゃんとわけがわからん。滑ってますね。滑ってるので行きます。レイリーが前回ねめちゃめちゃ走りまくったのでそこだけ勘弁してほしいですね。さやきは偉い。セイラさん高くて多いんだよね。結構円卓メンバー入ってたりするのでプラスケンシロウみたいなね。ここを通せるか否かみたいな感じですかね。どうしようかな。そっちがまあ上げても今んとこ意味ないですけど、一応ね整えつつ、そろそろ覚醒してもいいんだよ。初手できたり来なかったりもうめんどくさいですね、いろいろと。セイラはいけるので正期末を期待していきましょう。はい、一番上前イベントか。おい惜しいな。一回メンタルいっといて告白来るとちょうどいいんだけどな今。さあ、あーダメか、来んのかな。セーラ狙いかな。なんか別メンバーが走塁に行っちゃうので、あっち、うん、そうだね。ポッタン、オッケー、倒しちゃおっかな。これよし、まだわからない。ここでセンスを引いていきます。せん残念。あー守備か、あ倒しちゃおうか。どう、で守備だけ。冷静でいいかな。はい、おっと残念。来い引かれ。正規マスタック来れば勝ち。告白来てほしいな早く。 OK 強い強いのか分かんないですけど、もっと強いのは呼べるけど、まあ、この現状の感じではまずまずといった。あ、もう使うの。自動カロリー、自動通過ランダムカロリーバー。光ってる。もういいには早めにしといて、
なんでかな。で、ラブパと必殺アシストが両方来るとありがたい。あ、ラブパ来た。告白は？告白来ないと辛いよな。俺が相手だ。あ、これ回復するんだ。へえ。強っ。何これ珍しい。なんか珍しいの。告白来なかったけどな。あ、今じゃない。しかもケンシロウ来ない。もう精神 OK みたいな。1足りない。了解、1足りない。まあでも結構倒しやすくはなったかな。やる気を回復していただき OK、うん、これはいいよ。守備上げすぎ忘れないようにしない。あー、そこ？じゃあ打撃上げちゃおう。はい、俺も危ねえ。あ、しかも光ってる。えらいね。ちょびちょびやっていくか。はい、まあいいや、いいですよ。アシストもついでに。ナイス、ソウル焼け。アシスト来ない。危ない危ない。使ってない。あ、でも回復あるな。まあいいや、確実に。よし、やめろ。不眠症来ちゃった。ラブパ、ラブパが欲しい。で、告白来ない。様子を見る。来いよ。いや、マジで来ない。これ、この体力で無理だよ。そうだよね。いやー、ここじゃないしな。休むか。やべえ、告白来なかった。光ってる。まさかこれで倒せると。いやー、それは悲しい。評価足りてるだけに悲しい。全部開いちゃうな。で、2回目と。まあ、やる気でいいかな。はい。あ、まだ開いてないよ。で、オール C 以上に上がったと。ルル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 ル
なんでかな。告白来ないとマジで金徳欠けてるみたいな感じになっちゃうからやばいな。ラブパ、オッケー、ありがとう。あー、やってきた。ここはデートしよう。デート間に合えば許す。はい、でセクさんです。頼むぞ。 OK、 さすがに S だから。まあ S でも失敗するよなこいつで。どこまでいけるか。印象欲しいな。帳尻破りは粘りたいな。経験点的には大丈夫だけど。天使郎とき。ありがとう。あ、ま、うん、今じゃないな。次、バレンタインじゃん。最悪や。打撃、あ、筋力でもいい。うん、筋力か。パワーヒーザース。これ2回目だよ。いやー、いっぱいいなければ、少ない人数じゃなかったらな。守備行こう。いっぱいないので。お、失敗すんなよ。せーの、 OK。 お、バチバチしてる。結果な、 23%、 まあまあ強い。すげえ、 OK。 外星か。からの、ああ、いいですね。ちょっと精神足りなくなってきたかなーって感じだったので、狙えるようになるのは良い。そして回復。あ、来ない。回復ないやつだった。そっちかい。また確率と戦う。あー、さすがにもういいか。これ回復来てたらいい流れだったんだけど。使ってない。これ時じゃね。あざす、頼む。 OK、金徳の壁は越えた。そこー、これは一回デートして
倒すしかないな。いや、バチバチしてんのか。うん、なるほど。22%いけるわ。あ、てかやべえ、経験値溢れる。ラブ箱ない。危ねえ。筋力が不足。いやマジ怖いな。全倒しはできないんだけど。とりあえず倒すでしょ。点ぐらい出てるので、どっちかな、肩いくか打撃いくか。肩かな。ラブパもつくし。あ、来ない。でどうしましょう。レイたまには来い。おっしゃ、体力削れてきた。難しい。 A だけどダメなのか。99。あ、違う違う違う、狙い。あざす。頼むぞ。この回復はだいぶでかい。キラーン。よし。しかも体力最大値も上がる。あ、これケンシロウっすね。素晴らしい。そのまま来て。あれ来ない。これ無視。引かんねえな。これはケンシロウです。オッケー。あ、ラブパーじゃない。お、しかも肩に来た。いいですよ。そろそろラブファ。よし。返したな。オッケー。回復付きで。モネ、お前じゃない。おっしゃ。お前じゃないっつうか、お前は来るものか。ちょっとタイミング、タイミングがクソ。あ、でもバチバチすごいして、打つよ。いいですよ。
その精神を排除していく。いい流れだ。これは倒すべきタイミングじゃね？あ、倒したらしかもいけるかも。あ、全然残ってる。うん？うわ、すげえちょっとじゃん。マジでどうにかなんないの？ゲートあと1回？あ、じゃあまあ一応回数的にはギリ間に合う。守備、走塁、これ焼けるか。世紀末作れば終わりなんだけどな。技術が余ってる。はい、戦車待ってるのはキャッチャーつけれるからいいのか。よいしょ。あ、終わった。オッケー。あとデート1回すればいいだけで、あれ日が取ってよさそう。守備職もいいか。セカンドって来てないよね、まだ。そうだよね。よし、完走。オッケー。最後走塁のやつ踏めたらすごいんだけど、金徳が金徳なので。時のあれを待って、満塁男。で、一応上限 OK。今行きまーす。走塁ないと多分臨床が死ぬな。
くと先制のチャンスです。スライダー。ツーアウトランナー二塁という場面で打ちました。痛烈、いった。北斗、追加点のチャンスです。ツーアウト満塁という場面で笠原、インコース高めストライク。第2球見送ってボール。第3球を投げた。天正十字砲、音すごい。バッター追い込まれました。ストレートはボール。さあ、ワイダー、エッキナスワイダー。あざす。北斗リードで迎える4回です。ツーアウトランナー1塁という場面。これはエッキナストレート、はい、ホールドはない。カシンさん、トップバッターは笠原。皆さん寝癖が、寝癖立ってる。北斗あ、光らない。でも走塁にはいる。あ、でもどうしよっかな。びっくりしてる。あー、まあ便証くれたからいっか。で、ちゃんと忘れなかった、えらい。マジで忘れるからね。で、基礎値 OK でしょ。弾道上げるか。アーチ満塁、支柱、あと祝福か。先ブースト取るかな。家庭的にも経験点的にもそっちな気がする。3回踏めないから次の2回はもう走塁っていうことで。どうだろう、便証全部つぎ込めばいけるような気はするんだけど。試合の分と、試合3試合とエピローグだろ。ギリギリだろうな。300、400点ぐらいは一応入るのか、試合だけでも。次の投球、追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー三塁という場面で笠原、他のやつ取れてるし。切れていきます。ファール。もう投球はこれから3球目。打った、これは強烈、右中間、一投入った。6回の裏、北斗攻撃に入ります。先頭バッターは笠原、今日4打点を挙げています。第2球投げた、打ちました、痛烈、一投。北斗リードで迎える8回です。今日は3打席連続でホームラン。これはいい当たりだ、いった、入った。北斗、オッケーオッケー。で、最後打てない現象があるからね、それだけは回避したい。真ん中、うん、どうしよう、いけそうだな。そうだな、どっちかって筋力の方がやばいかな、もしかして。もう見えなくもないんだけど。大打撃が取れないとかありえるから、筋力もスカウトも上がるし。今300あるってことは、あと300点入るから大丈夫でしょう。お待たせいたしました。2回の裏、1点を追いかけます。北斗攻撃に入ります。この回の先頭バッターは笠原。第2球受けるようにだけしときたいね。第3球を投げた、そう、追加点のチャンスを迎えました。ツーアウト満塁という場面で笠原、ボール。第2球投
げました。外角低め、ボール、投げました、来た、行った、入った、8点取った。リードで迎える5回です。ワンアウトランナーなしという場面で打った、これは強烈、行ったですよ。黒金炎上中ですからね。北斗リードで迎える7回です。で、ね、ワンアウトランナー1塁という場面で笠原、今日6打点を挙げています。第2球投げました、打ちました、痛烈、行った、入った。北斗さあどっか光ってる、どっち？タックだけど弱いな。意外とここの方が良かったです。そんな気がするな。これでドラ1もらって。ファーストは取る。大打撃も取る。流し打ち、まあ大丈夫かな、一応取るべきものは取れそう。お待たせいたしました、バッターは笠原、ウィスラ、第9球、縦のスライダー見送ってストライク、ウィスラもえぐいんだよな。第2球投げました、2球目空振り、バッター追い込まれました。普通のストレート。インコース低め。全力が。あーマジ。マジ打てない。分かってて打てない。北斗頼むわ。チャンスを迎えました。ツーアウト満塁という場面で笠原。最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。低めボールが。危ない危ない。第3球を投げた。これは。危ねえ。反射でなんか多少ずれてても行くしかないな。6回の裏、北斗攻撃に入ります。トップバッターは笠原、今日4打点を挙げています。第2球打ちました、痛烈、うん、OK、振り遅れてもリードで迎える8回です。もう死しかないから、今日2打席連続でホームランを放っている笠原、OK、あっと、いった、入った入った、北斗広角まで取れれば最高なんだけど、あ、これでも100しか入んねんだ。試合経験ってないもんね、多分。OK、1位。これはでかい。いつも4位とか。今回、上り調子微妙なんだよな。ケンシロウがめっちゃくれるから。まあまあ出たような気はするんだけど、 あんま出てない、気のせいでした。でとりあえず金徳を取って、その後どうするか。あ、牛若足りないわ。しょうがないっすね。取るものがない。印象ですね。印象をどう入れていくか結構むずい。じゃあ喉か、
一発強いの入ればそれでいっちゃいいんですけどね。はい、あーでもギリ7乗ったって感じですね。なるほど、まあセンスなら結構いけてはいるのか。なんかもうちょいって感じなんですよね。ほんと金徳も取れて、うん、やっぱセンス欲しいな。センスだったらまあ多分9はいってたかなっていう感じでございました。うん、オッケーオッケー。あと6もあるのでね、千丸を来るのを期待して頑張りたいと思います。皆さんピースな一日をお過ごしください。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。バイバイ。